皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。日本は2023年4月29日に新型ウイルス感染症による入国制限などの水際措置が解除され、以前のように多くの外国人が日本を訪れるようになりました。インバウンド客といえば中国人観光客のような爆買いをイメージする方も多いと思いますが、近年はそういった物消費から体験や経験の価値を重視すること消費に移る傾向があるのだそう。着物での写真撮影や日本の四季を感じるなど、日本独自の体験を求めて日本を訪れる外国人観光客が増えているというわけですね。さて、日本は四季折々で姿を変える魅力的な観光スポットがいくつもありますが、中でも外国人から人気なのは京都ではないでしょうか。歴史的建造物とともに自然を楽しむ京都はオールシーズン多くの観光客でにぎわっており、特に春の桜や秋の紅葉シーズンはより多くの観光客が訪れています。そんな京都と似た町が渓谷にもあるのをご存知ですか。それは渓谷南東部京山北道にある京州です。ここは新羅の都があったところで、市内には数多くの歴史的建造物や遺跡があり、新羅の歴史を肌で感じられるため別名渓谷の京都とも呼ばれているのだとか。今回ご紹介するのは日本の京都と渓谷の京都を訪れたアメリカ人女性のお話です。彼女は日本旅行へ行く予定だったのですが、友人である渓谷人女性から京州を強く勧められたことで両方の京都を訪れることに。そこで衝撃的な体験をしたようなのですが、一体どのような出来事があったのでしょうか。それでは詳しい内容を見てみましょう。アメリカ人が渓谷の京都と日本の京都に訪れた結果。皆さんこんにちは。私はリリー、アメリカ人よ。私はアクティブに行動するのが好きで、話題のカフェとかレストランの情報をゲットしたらすぐに行きたくなっちゃうの。あと旅行も大好き。国内旅行はしょっちゅう行くし、たまに海外にも足を伸ばすわ。旅行先の風景や食べ物、観光スポットを写真や動画に収めて後から見返すのが楽しいの。そんなある日、何気なく YouTube を見ていると、日本の京都を訪れたある外国人男性の動画が目に留まった。彼は京都の観光スポットを回り、自然を楽しみながら神社仏閣巡りを楽しんでいたの。私はこれまで日本を訪れたことがなかったから、その動画を見てすごく興味が湧いちゃって、すぐに京都で検索してたくさんの旅行動画を見たわ。そうしたら動画を投稿しているみんながとても興奮した様子で、京都の歴史的建造物やグルメ、自然の美しさを紹介していた。それを見ていたらいても立ってもいられなくなって、よく一緒に旅行へ行くアメリカ人の友人に、今度日本へ行かない？京都に行ってみたいの！ってすぐ連絡したわ。友人もノリノリで、いいね、じゃあ休みを合わせて一緒に行こうかと、トントン拍子で話が進んでいった。旅行当日ももちろん楽しいけど、旅行の予定を決める時間もすごく楽しいわよね。そんな時、買い物しに出かけた先で渓谷人女性の友人とばったり会った。彼女はアメリカで暮らしていて、大学の時に出会って仲良くなったのよね。久しぶりに会ったから話も弾んで、今度日本の京都へ行くの、すっごく楽しみと、今回の旅行の件も話したの。すると彼女から、渓谷にも日本の京都のような京州という場所があって、そっちの方がおすすめよ。私も京都には行ったことがあるけど、正直大したことないわ。せっかく旅行へ行くのなら絶対京州にも行ってほしいと提案された。京都旅行を楽しみにしている人に対して大したことないというのはいかがなものかなと
とちょっと思ったけど、それだけ強く押すのならキョンジュにも行ってみようかなという気になったわ。結局当初予定にはなかった渓谷にも行くことに。一緒に行く友人は休みの関係で日本で合流することになったわ。渓谷を一人で回るのは少し寂しいけど、しょうがないわよね。そしてついに旅行当日、まずは渓谷のキョンジュへ向かった。渓谷人の友人から勧められたスポットを巡る予定で、最初にキョンジュに行ったら外せない観光スポットであるブルグッサへ。やっぱり有名どころは押さえておかないとね。ここは世界遺産でもある渓谷で最も有名なお寺で、新羅全盛期の仏教芸術の傑作とも言われているんだとか。6つの国宝のほか、統一新羅時代に作られた貴重な文化財をたくさん見ることができたの。それにブルグッサからさらに山を登っていったところにあるソクラムには釈迦如来像が鎮座していて、神秘的な雰囲気を味わえた。ここも渓谷仏教美術を代表する傑作と言われていて、1995年にブルグッサと共にユネスコ世界遺産として登録されたんだって。仏像も素晴らしかったけど、ソクラムから眺めるキョンジュの景色もすごく良かったわ。自然に囲まれた中に世界遺産があるなんて素敵よね。歴史的観光地としてだけではなく、森林浴やヒーリングスポットとしても注目されているらしい。ただヒーリングスポットにしてはあまりにも騒がしすぎる。その日は私の他にたくさんの渓谷人観光客が訪れていたんだけど、揃いも揃って大声で会話するのよ。そんなに近くにいるならもっとボリュームを下げてもいいじゃないと思ったわ。あれが渓谷では普通なのかしら。できれば世界遺産と自然をゆったりとした気分で楽しみたかったわね。気を取り直して、次にキョンジュの中でも最も大きい古墳群として知られるデルンワンチョンマチョンへ。この古墳群はキョンジュの繁華街のすぐ隣にあるんだけど、街中にひょっこりと古墳があるのがなんだか不思議な光景だったわ。ここは約21万坪の敷地内に23基の古墳が保存されていて、中でも古墳からチョンマを描いた馬の泥除けが出土したことから名付けられたこのチョンマチョンが有名なんだそう。古墳を見るのは初めてだから、見るだけでも楽しかったし、静かな場所でゆったりと過ごすことができたわ。続いてユネスコ世界文化遺産の一つであるチョムソンデへ。ここは先ほどのデルンワンの駐車場から出た道路の向かいからすぐ行くことができた。ちなみにこれは7世紀に作られた東洋最古の天文台らしく、とっくり型がすごくキュートだったわ。調べてみると、ただ石が積み重なっているように見えて、実はものすごく緻密な計算に基づいて作られているんだって。それに使用された石は全部で361個半あるんだけど、これは月の満ち欠けを主とし、太陽の運行を合わせて考えられた暦である陰暦の1年を表しているんだとか。長い歴史があるんだなと思ったんだけど、正直天文台にしては小さくないというのが本音。高さはおよそ9メートルで、一般的な天文台と比べたら低いし、直径も4メートルほどだからとても小さく感じてしまった。それにこれも言ったら悪いんだけど、さっき話した古墳群からすぐそばの場所にこの天文台があるのね。だけど柵が低いから向かっている途中に外から丸見えになっているし、この敷地内で見るべきものはこの天文台しかないから、外から見えるものをわざわざ敷地内に入ってまで見る価値があるかと言われるとちょっと悩ましいところね。まあチョムソンデの入り口のそばには大きなカリンの木が立っていたし、天文台へ向かう道の入り口からは馬車にも乗れるそうだから、自然とかゆっくりその場の雰囲気を楽しみたい人にはいいかもしれないわ。そうして渓谷の旅行が終わったわけだけど、感想として、伝統的な雰囲気と自然を楽しめたのは良かった。ただもう一度行きたいと思える場所ではなかったわ。
せっかく歴史的建造物を楽しんでいても、騒がしい渓谷人観光客のせいで雰囲気はぶちこぼされるし、楽しみにしていた天文台は想像以上に小さくてびっくりしちゃったの。街中もあまり歴史を感じられなかったのが残念だったわ。友人に強く勧められたからかなり期待していたんだけど、正直もう来ることはないかなって感じ。期待値が高すぎたのかがっかりしたし、この後日本に行くのもなんだか億劫になってしまったわ。だって渓谷人の友人曰く、日本の京都はキョンジュより大したことないって話だったもの。もしかしたら YouTube に投稿された動画のリアクションはオーバーリアクションだったんじゃないか、京都のお寺でも十分に楽しめないんじゃないかと不安でいっぱいに。ただ行かないわけにはいかないから、せっかく来たのなら思う存分楽しもうと思って日本へ向かったわ。そしていざ京都へ。無事にアメリカ人の友人とも合流して、早速京都の観光スポットへ向かったの。まずは伏見稲荷大社へ行く予定だったんだけど、辺りを見渡すと何やら様子がおかしい。キョンジュの街中は歴史もあまり感じられないし、そんなに栄えている印象がなかった。それにむしろちょっと寂しい感じだったんだけど、京都は向かう先どこもにぎわっている。それに街並みも素敵で、江戸時代の風景が今も残っているの。なんというか景観に統一感があると言えばいいのかしら。シンプルな墨の印象を与える、どことなく奥ゆかしい看板に、落ち着きがあって風景との調和が取れた伝統的な建物。きらびやかな新しい建物に囲まれた街も素晴らしいと思うけど、豊かな歴史と伝統、それに受け継がれてきたストーリーを持つ街だと感じたわ。京都の街並みに興味を抱きつつ、いざ伏見稲荷大社へ。まず入り口の大きな鳥居に圧倒されたわ。鮮やかで燃えるような朱色が本当に素敵だった。そういえば神社へ行くときは神様の通り道である道の真ん中を通っちゃいけないのよね。事前に調べておいてよかったわ。もし堂々とど真ん中を歩いたら神様に怒られちゃいそうだもの。しっかりとお辞儀をして鳥居をくぐると、なんだか昔にタイムスリップしたような感覚になったわ。調べてみると伏見稲荷大社の歴史はなんと1300年以上。全国のお稲荷さんの総本宮として奈良時代にこの地に鎮座したと言われているそうよ。そんな長い歴史があるこの場所を今でも守り続けているのが本当に素晴らしいわよね。楼門や本殿など歴史的建造物の迫力と美しさに圧倒されながら、お目当ての千本鳥居へ。あまりの素晴らしさに言葉を失ってしまったわ。京都に来る前にスマホで写真も見たんだけど、実物を見ると圧巻の一言。これらは昔ここにお祈りに来て願いが叶った人が建てたのよね。小さい鳥居も合わせたら1万にもなるって聞いて、顎が外れそうになるほど驚いたわ。途中で道が分かれたり同じ風景がずっと続くから、まるで不思議な世界に迷い込んだかのような感覚に陥った。千本鳥居を抜けて気になっていた重軽石へ到着。ここには2つの灯籠が並んでいて、どちらかを選んだらまずは自分の願い事、できればイエス・ノーで答えられる内容を心の中で念じ、その後に重軽石を持ち上げる。持ち上げた際に自分が想像していたよりも軽いと感じたらすぐ願いが叶い、また重いと感じた場合はその願いが叶うのは難しいという結果になるんだって。すごく面白いわよね。早速友人と2人で挑戦したんだけど、結果は2人とも重いと感じたわ。他にも熊高社では、もし探している人がいたらここでお祈りをして、熊高社の背後にある小玉が池で手を一回叩き、その小玉が早く聞こえたらもうすぐ見つかる、遅く聞こえたらまだ見つからないという言い伝えもあるんだとか。京都にはこういったパワースポットが他にもあるみたいで、とても魅力的だと思った。そうして一通り回ったんだけど、夢のような素敵な時間だったわ。
自然があふれる中を歴史的建造物を眺めながら歩く、最高に贅沢なひとときを過ごせたの。川の水のせせらぎも聞こえて心が浄化されていくようだった。何より渓谷との違いを感じたのは、観光客がたくさんいるのに大声で会話をしている人がほとんどいないこと。みんなゆったりとした気分で楽しんでいるのがよくわかった。それに伝統的な街並みは YouTube や写真で見ていた以上にとても綺麗だったし、忘れられないほど美しい風景も見ることができて大満足。そうそう、京都といえばの舞妓体験もしてきたのよ。まずはメイクをするんだけど、私たちが予約したお店では昔からの舞妓さんや芸妓さんと同じ化粧品を使ってくれるみたいだった。透き通ったきめ細かい肌に見えるように白塗りして、特徴的な赤い紅を刺す、そしてカツラをつけて着物を着るんだけど、色とりどりの着物の中から一着選ぶのはすごく大変だったわ。そしてお気に入りの一着を見つけて、いざ舞妓さんへ変身。鏡を見たら本当の舞妓さんになれた気がしてすごく興奮したわ。その後の写真撮影でも美しくかつ自然なポーズを教えてもらって、最高の写真を残すことができた。ちなみに舞妓さんの笑顔のコツは口を閉じてにっこりなんだって。日本人の奥ゆかしさが現れる素敵な表情よね。今回は散策がセットになったプランを申し込んだから、屋内で写真撮影をした後、そのまま舞妓さんになりきって京都の街を散策しつつ、屋外でも写真を撮ってもらったの。清水寺の参道として古くからにぎわっていた一年坂や二年坂へ行ったんだけど、どこも京都らしさが感じられる素敵な場所だったわ。それに京都のグルメも存分に堪能したの。おばんざいに湯豆腐、にしんそばに京うどん、抹茶がふんだんに使われたスイーツも最高に美味しかった。あと家族と自分へのお土産も欠かさない、別光細工に扇子など魅力的な工芸品がたくさん並んでいて、思わず財布の紐がゆるゆるになってしまったの。古い歴史の中で職人さんたちが受け継いできた技によって作り出された工芸品はどれも素晴らしく、その繊細さに心を奪われてしまったわ。京都の伝統的な町並みや神社などの歴史的建造物に工芸品、どれも歴史を感じる素晴らしいものだったし、それを現在まで守り続けていることに感動したの。古いものを残しつつ魅力的な観光地にするのは本当に大変なことだと思うけど、それを続けていることに感謝したいと思ったわ。単なる楽しいだけで終わらず、そういったありがたみも感じた素敵な旅になったわね。そうして私たちは時間が許す限り心ゆくまで京都を堪能した。今回の旅行では日本と渓谷の京都を両方巡ったわけだけど、正直なところキョンジュと京都は全くの別物だったわ。渓谷人の友人には悪いけどね。キョンジュも素敵な場所だったけど、個人的には京都にはとてもかなわないと思ってしまったわ。京都にはまた絶対に行きたいと強く思っている。友人も同意見みたいで、帰国して早々次は京都のこのスポットへ行こうなんて話が出てるくらいよ。それくらい本当に楽しかったの。忘れられない最高の体験ができたわ。海外の反応。渓谷のキョンジュにはものすごく期待して行ったんだけど、一度行けば十分というのが本音かな。キョンジュは渓谷の京都とも呼ばれているようだけど、正直日本の京都のように長く滞在して風雅を楽しむという感じではなかった。私自身の勉強不足もあるかもしれないけど、もしここへ訪れる人は事前にしっかりと調べてから行った方がいいよ。比較するのは嫌いだけど、キョンジュと京都は本当に比較できるよね。これは単に生かす生かさないの問題じゃなくて、渓谷内のほぼ全ての都市がいかに無計画かつ急いで作られてきたのかがよくわかる。今からでもちゃんと歴史的建造物や自然を生かして都市の景観を改善していけたらいいね。
日本は自然との調和を考えて意図的に周囲と色を合わせているのかな。非常に丁寧だ。京都は日本で一番日本らしさを感じる場所ですね。舞妓さんが歩いていて、街並みも古い木造建築がたくさんあって、昔ながらの雰囲気がありますからね。日本の伝統を感じます。3年前に京都のお寺や神社、芸者や舞妓、四条通り、祇園、錦市場、三年坂と二年坂、嵐山の有名な竹林、渡月橋、京都タワーを全部見てきたんだ。たくさんの思い出があるよ。まとめ。今回のエピソードでは、日本の京都と渓谷の京都を比較した内容が話されていました。本物とそうでないものと言ったら失礼かもしれませんが、それほど両方の京都には大きな違いがあったようです。実は渓谷内でも渓谷の観光地に対して苦言を呈する人が多くいるようで、渓谷には伝統文化コンテンツなどがなく、ただ食べて遊ぶだけの金儲け状態になっている。日本の京都には400年になる古民家があり、そこから歴史や先祖の生活が感じられたが、渓谷は歴史のない新しい家ばかりだったという厳しいコメントも寄せられていました。近年日本でも渓谷ブームが起き、中でも渓谷グルメが特に注目を集めていますが、そういった食べ物の楽しさを追求した商業的要素が増えたのも原因の一つとして挙げられるようです。渓谷には他にもキョンジュのように歴史的建造物が残った観光スポットもありますので、伝統文化を引き継いで守っていき、その歴史文化に価値を感じてもらえるようなコンテンツを発掘していくことが重要なのではないでしょうか。我々日本人も歴史的建造物や豊かな自然を守るため、観光地ではきちんとマナーを守ってルールの範囲内で楽しむよう心がけたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。